じゃあ向かいましょう。あやこんさん、信号をゆいさん買った。ハッピーハッピー黄色いハート。三紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。関さん、はい。お前が三更新編フェス。会話アット不全さん、お帰りなさいませ。どうも。横っちさん、久しぶり。くもふもふさんへ、私もスタバに行くところ偶然。忍者さん、寸号千点。千点。あ、七夕飾りかな。七夕飾りかな。あ、だっす。忍者さん、七夕飾りをプレゼントしました。あ、だっす、やったー。忍者さん、七夕飾りをプレゼントしました。千点。千点さん、この前ちょっと来たけど、俺死んだかと思ってましたよ。忍者さん、やっぴー、千点。あ、だっす。忍者さん、七夕飾りをプレゼントしました。あ、だっす、七夕飾り、やったー。忍者さん、七夕飾りをプレゼントしました。千点。2倍、忍者さん、すごい雨だね、千点。すごい雨ですね。まさしさん、ゴミジェイさん、ばあさん、てんさん、忍者さん、私は生きてるよ、せんてん。もしかしたら死ぬかなと。忍者さん、当たり、ボーナス77ポイント、七夕飾りをプレゼントしました。あ、だっす。せんてん。当たりやだっす。よっさん、財産よ、たやろう。まさしさん、事故るなよ、すんご。チータンさん、スタバはアフォガードフラペチーノが一番美味しい。ばあさん、チョサムネやばい。おお。忍者さん、天の川をプレゼントしました。1万点。超マジですか。天の川マジですか。サムネおじいさん。超。おいがおいがおいが、アラブの石油を見せる。ビルギーズ、ソートワーク、そうです。マリナさん、お疲れ様です。超。クモフモフさん、地域限定のノブ。横っちさん、手芸綺麗。ノリコさん、サムネイル、超。ハッピーハッピーさん、サムネわら。あね、てんてんさんもね、あの結構前に話した時に、なんだっけ、あの、まあ、とあるほら、まあ、言わないですけど、なんか家庭のこともひっくるまっちゃうんで、まあ、言っていい範囲でしか言わないですけど、そのなんていうの、なんかまあとある事情というか何かがあって、なんかね、まあ、そこは言わないですけど、なんかほら アイテムとかあんまりこうね、まあ、投げ銭かな、まあ、投げ銭をするのがちょっとね、まあ、微妙というか、なんていうか、なんていうの、まあみたいな感じじゃないですか、多分。そうそう、だからね、あの別に投げれなくても、そんな別に、なんていうの、そんな全然気にしないで、コメントとかしに、コメントとかしに来てくださいね、全然。そんな気にしないで、なんか。僕はね、コメントされるだけで嬉しいんでね。ちょ、浜の川マジっすか。そう、なんかあの、ね、なんかあの、まあ、なんていうんだろうな。とある、別に、てんてんさんお金あるんですよ。てんてんさんちってマジでお金あるから、お金持ちやから。それは俺知ってるんですけど、まあ、とある事情というか、なんというか、まあ、いろいろなね、ことがあったじゃないですか。まあ、そこは詳しく言わないですけど、あの、プライベートなことなので、まあ、俺聞いたんですけど。のりこさん、人生いろいろ。まさしさん、てんてんは、まごるよ。だから、なんかね、まあ、別に、まあ、とある事情があって、まあ、ちょっとぐらいは投げるけど、みたいな感じで言ってたけど、だ別に全然そんなね、気にしないでコメントしに来てください。なんか、まあ、てんてんさんって、まあね、正直、うざいおばさんでしかないですけど、まあいなくなったらなんだかんだで寂しい気もするんでね。お前がさん余計なことはいいのよ。そうそう、別になんか全然そのアイテムとかな投げなくても、全然コメントしに来てもらえれば全然、まあそれにどんなね、あのあれであれ、まあどんなうざいおばさんであれね、まあそののりこさん、しょう、さんざんね、お金投げてもらった過去があるので、そう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 、やっぱね、そこの対する恩はすごい感じてるので、タルボーさん、すんご、そう、まあ、少なくとも無課金のリスナーよりかは絶対ありがたいじゃないですか。のりこさん、母性アタックの席。そう、だからそれはもう気にしないで。当たり、ボーナス77ポイント。全然コメントしに来てくださいよ、別にアイテムとか投げなくてもね。アラビアータさん、不在手わらわら。
あやこうさん、大玉不正受給でされた札幌市のおばさんと思ってました。ごめんなさい。ロックさん、アイテム欲しいです、本部。チータウさん、てんてんさん、チンゴじゃなくて、孫にあげてください。うん、まあちょっとなんかね、いろいろ、まあ事情というか、なんというか。タルボーさん、すんご、ナンパ枠しよ。まあ、それでは言わないですけど。お前がさんこら、しょう。忍者さんやめてください、しょう。ジサ元津山アットカッパ、ネイビーに連敗さん笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔。そうするとさ、なんかこう、天帝さんが、なんか、あ、こいつ金尽きたなとか、こいつ本当は大した金持ってなかったんじゃないのかなとか言うやついるかもしれないけど、天帝さんちょっとガチ金持ちだからね、俺。その金持ちの証拠見せてもらってるから。笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている顔。家とかとんでもなく良かったっすよ。すごい広いし。笑っている顔、お金持ちの家だったし、ね。笑っている顔、笑っている目、嬉しい。あと車とかもいっぱいね、いいの持ってるし。ニコニコ笑っている顔、笑っている目。お金なくなったわけではないんですけど、ね。それ以上は言わないですけど。ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、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 ニコニコ笑っている顔、笑っている目、のりこさんへ、マジなの、ショー。会話、あっと、不全さん、すんごさん、天の川。え、天の川来た？本当ですか？じゃあ、後で投げてくれた人いますからね。ちょっと今、運転中なんで。おいが、おいが、おいが、アラブの席を一つ、ついて、ソフトバンク、ソフトバンク、ありがとうマジっすか、来てたから。嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、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 笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、ジサ元津山アットカッパ、デイビーに連敗さん笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、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 笑っている顔、
ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、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 ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔。時差もとつやまアットカッパ AB2 連敗さん笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、こいつロックだな。ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、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 ニコニコ笑っている顔、笑っている目、絵文字とかの読み上げをさ、オフにできる機能欲しいよね、これ読み上げのさ。笑っている目、読み上げの、なんかなんていうの、特殊なこう絵文字とか、そういうのを全部もう、読み上げるのオフ機能みたいなつけた方がいいと思うよ、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、絵文字の読み上げオフ機能みたいな。ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、そうじゃないとこれやられちゃうからな。ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、時差もとつやまアットカッパ AB2 連敗さん笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている目、嬉し泣きする顔、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 笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、コメント名がオフにするからちょっと荒らすやついるから、嬉し泣きする顔、笑っている顔、ニコニコ笑っている顔、笑っている顔、ちょっともう荒らすやついるからオフにする。こうするともうみんなのコメントとかわかんなくなっちゃうからなんだけどね。あ、スタバまでね、あとどんくらいかな、10分ぐらい、10分かかんないかな、10分ぐらいかな。うわ、ふぅ、ふぅ、ちょっとスタバ行きてえな。スタバ久しぶりに飲みたくなった。なんだっけ、あのさっきリスナーが言ってた、なんだっけな、
あんバターサンドだっけ、とあとなんとかベイクドチーズケーキみたいなやつ、うまそうだよね。あと なんかのフラペチーノを頼んで、まあ1000円ちょいぐらいか、1000円ちょいぐらいでさ、なんかちょっとした贅沢ができるって考えたら、まあスタバって結構高いけどさ、正直高いけど、でもなんか物は考えようだよね。そんな2つもなんかケーキみたいなの食って美味しいフラペチーノ飲んで1000いくらって考えたら、それセットで考えたら、その1000ちょっとでちょっとしたね小さな幸せが買えるって考えたら、そんな高くもない気もするんだよね。コーヒー単体とかで考えたら確かに高えなと思うんだけど、幸せをなんかそのね、飲み物とかそのパンというかケーキみたいなのも合わせて、ちょっと小さな幸せをね1000いくらで買ったって考えたら、そこまで高くも感じなかったりするっていうか、まあ、物は考えようですよね。スタバなんて普通に美味しいですからね。普通に幸せの時間ですから、幸せの時間を買ったって思えば。どこだっけ、ここまっすぐ行って右かな、
にしても太るなスタバとか行っちゃったら。うわー、またリバウンドしたらどうしよう、マジで。リバウンド街道まっしぐらじゃないですか。リバウンドを制する者はお相撲さんを制するよ、マジで。結局お相撲さんに戻ってしまう。うわ、なにこれ、はま寿司ウニ祭り100円ってある。え、回転寿司の一番原価が高いのってウニなんだよね。だけどまともに生きてる人を見ていいな、まともに生きれてって思うとき実はあるんだよね、俺たまに。だけどまああんまないんだけどね。そのまともに生きることはね、働いたら負けって言葉があるように、ある意味負けみたいなとこもあるとは思ってんのよ、ぶっちゃけね。まあ一生社畜だとやっぱりもうどうしてものし上がれる限界ってものがあるから。でもかといって自分がね、そういう風にまともに働くことができないからね。できる人はすごいなって思うこともあるのよ。でもそのままでね、いいのとも思うけどね。二つの気持ちが両立してるんですよ。共に働くことを羨ましいとも思わないんだけど、羨ましいと思うこともあるというか。それは決して矛盾してるわけではないんですよ。二つの気持ちが同時にあるから。
ね、これもまあスロットを分かる人にしか分かんないと思うんですけど、サラリーマンとかである程度やっぱ安定したね、ものを得ててさ、それで仕事帰りにパチスロとか行って戦国無双打って、初代ね、花の刑事とか、せめてスロットぐらいではちょっとギャンブルしたいのかなみたいな。僕の話ついてこれてますかね。まあ、最近だとガロが結構人気みたいですけど、あの新しいね、あれも波荒いですからね。仕事では安定したものをね選んでるから、せめて、まあ、ギャンブルでは多少荒いやつを選びたいみたいな、そういうささやかな安定だけじゃなく、ちょっとギャンブル性が高いものにかけてみたくなる気持ちも、安定性を選んでるからこそ思うのかなみたいな。スタバ。